はい、私はもともと KCGI のグループ校である京都コンピュータ学院で、映像ですとか CG とかウェブとか主にデザインアートっていうところを勉強していたんですけれども、その中で映像に対してすごく興味があったので、そちら映像方面での自分の見識を深めたいなという思いで進学いたしました。とても活気のある学校だなという印象です。先生と学生の距離が近いですので、先生と一丸となって自分の興味のある分野について、学習を進められるような学校だと思います。KCGI は、自分のやりたいことを先ほども言いましたけど進んでチャレンジできるということと、あと留学生が多いですので、何でしょう、意識せずに自然と異国の文化ですとかコミュニケーションですとか、そういうものを、そういう能力を養える学校だなと思います。はい、JMOOC 大学生チーム選手権といいまして、教育コンテンツを制作する、コンテストでした。そして私たちは教育コンテンツを映像で作ったわけなんですけれども、教育という性質上、ちゃんと教育効果もなければならない、だけれども映像として見てもらえなければもともとそもそも意味がない、そういった2つのところでいろいろ試行錯誤しながらコンテストに挑みました。いろんな大学が出場している中で私たち KCGI が1位をいただいたということで大変嬉しく思っています。ただやはりそれだけに見合うだけの、試行錯誤もしましたし努力もしてきたつもりですので、何でしょう、やってきたことが、報われたなといった印象です。はい、KCGI はIT 系の学校ではあるんですけれども、IT だけでなく自分の興味のあることを好きにやらせてくれて、自分自身を成長させてくれる学校となっております。なので IT はもちろん、それ以外のことでも何か興味がありましたら、ぜひ京都情報大学院大学までご入学ください。